こんにちは、ガチンコサイクル TV の登場さやこと山上優里です。よろしくお願いします。今日も元気で可愛いね。元気いっぱいじゃあタイトルコールお願いします。はい、優里の自転車始めました。はい、自転車始めましたってついてるけど、はい、今日は自転車に乗りません。お、乗りません。なんでですか。今日は自転車に乗る前に、ウェアをね、あ、行きましょう。新しく、そう、もうこれしかないもんね。そう、一着だけなんで新しいのが欲しい。マイズロード新宿ウェア館でございます。ウェア館、もう名前の通り、あらゆるウェアが何でもある。素晴らしい。あのウェアは、おしゃれでも可愛いの欲しいなとかあるけど、ロードバイク乗り的にはね、事故の防止だったり、怪我をしないようにだったり、季節に合わせたのを着たり、そういうね、いろんな細かいあれこれがあります。はい、ちょっと思い当たるとこあるでしょ季節ねあるなぁ。きつい。今までずっと元気にやってたんですけど、とりあえずためだけに頑張った。ここからお疲れ様です。あの最後の坂が死ぬほどきつい死ぬほどきつい。これが冬用だからもありますかね。ちょっとは暑かったね、小室。暑かったー本当にもう、それもそのはずなんだよ、ゆうりちゃん夏用のウェアね、これしか持ってなくて。そうなんです。生足で走るわけにもいかないし、冬用のあの長いモコモコとしたあれで走ったらもうねしかもね、よりによって暑い日だったんだよね。カンカン照りでね。そう、こういうのもぴったりした方がね、いいのは、の汗を吸ったりとか、これが乾かしてくれたりとかするのが、こうやってダボダボしてるとここに汗が溜まっちゃったりして。あ、そっか、素肌に残ったままになっちゃう。そうそういうのに、ね、あんまり機能がね発揮されないから、ピタッてしたのね。あ、じゃあ今日これも買いたいです。これとこれ、そういうの大事。あとこれ、じゃあ詳しい人を呼びますかあ、よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。ワイズロード新宿夜間の山本と申します。よろしくお願いします。お願いします。惜しい人だ。惜しい人今日はじゃあ夏のウェアということで、あのいろいろお話をさせていただきたいと思います。お願いします。はい、やっぱり一番は吸汗速乾性だったりだとか、あとは UV カットをしだしたりですね。大事だなあとは、まあ、せっかく女の子なので可愛いウェアとか、まあ、日差し強くなりますので、日焼け対策のグッズとか、そういったものがご紹介できればいいかなと思ってます。じゃあ早速、隙間を埋めていこう。肌の隙間をね足、生足なので、ネックカバーですね。もうこれはつけた方が絶対日焼けで、ここにもうリブの形で日焼けしちゃうことになるので。ロードバイクおじさんに意外とある、逆に磯焼けみたいなでショートパンツとか履いた時にピッて線が入っちゃったりとかするので、絶対これはあった方がいいかなと思います。で、あとは今ブカブカのインナー問題、これですね。もうちょっとぴったりしたのカバーもありますし、もしくはもうずり下がりが嫌だっていうんだったら、インナーと一体型、下がってこない。確かに便利。これだったら、あの毎回こう下がってきて嫌だな嫌だなっていうストレスがないっていう状態で着れるインナーになります。で、インナーもついてるから汗の処理もしっかりしてくれる。アームカバーと同じ素材を使った、腕。あ、じゃあここも UV が、ここもしっかり日焼け対策できる。いいですね、はい、いいね。次はウェアね、いっぱいありますね。今も着てるには着てるんだけど、やっぱりね、夏場すぐ汗かいて着替えたくなることいっぱいあるから、そう、帰りのね、ウェアとかね、そういろいろ洗い替えは大事。へー、山本さん、おすすめのウェアはありますか？ありますか？今一番だと、このちょっと無地なんですけど、まあ、くすみカラーとかパステルカラーとか、めっちゃかわいい。この辺のジャージが人気だったりしますね。かわいいな。素晴らしい、あのこの下の方もなんかおしゃれにできたりするんですか？そうですね、下の方だと、例えばサイクルスカートっていうあのタイツと合わせたりして履くような、はい、スカートがあったりします。ガチのスカートだ。世の女子たちはね、ピチピチで行くのも恥ずかしいっていう人もいるからね。確かにお店の中にこれで入るのちょっと勇気いりますよね。ちょっといいお店に入る瞬間ドキッとしちゃう、しかもちゃんとね、ロードバイクに乗りやすいようにね、前衛っぽいっていうか、ちゃんとね、引っかかんないようになってる。そうですね、後ろの方がちょっと長めで、前が短くて乗りやすいような感じになってますね。あ、黒もある。黒もあるよ、かわいい。じゃあ早速、ゆりちゃん、お着替えだ。お着替え、ゴン。陽気なゆりちゃんにぴったりな派手カラー、
ロードバイク乗りはなんか赤が好きな人が多い気がする。山本さんおすすめの派手ウェアです。タイツと合わせてスッキリ。じゃあゆりちゃん派手なポーズを。派手なポーズ、もう一個。派手なポーズ、はい、派手なポーズ。2着目です。私おすすめのカペルミュールのおしゃれウェア、柄が可愛いな。今日履いてきた紺色のレーパンに合わせてみました。夏っぽい。じゃあお上品のポーズ。お上品、はい、ゆりちゃんにいろいろ着てもらいましたけど、はい、これがゆりちゃんのお望みのコーデ完成形でーす。かわいい、かわいい感じ。いいスカートフリフリどこがポイントだったの？やっぱり今までずっとボトムススタイルだけだったので、うんうん、このスコート絶対欲しいと思って。かわいいよね、うん、どうですか？はい、こういったサイクルスカートとか合わせてもらうと女の子らしくて可愛いですし、うんうん、あとはカフェライドとか、あ、お買い物ライドとか行きたい、はい、ちょっとお店にも入りやすくなると思うので、うん、とてもいいと思います。カフェ行きましょう。カフェ食べたくてしょうがないんですよ。もうお腹空いて仕方がない。美味しいの食べたいです、はい、これでねちょっといろんなとこ走り行こうね。行きましょう。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ワイズロード新宿エア館は都内随一のウェアの品揃えとなっておりますので、何かお困りのこととかありましたらどうぞお越しくださいませ。お待ちしております。はい、いつもお世話になってます。ありがとうございます。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 GCTB ガチンコサイクル以上。もう冬だよ。もう寒い。もうね、動画からね、時間も経ってすっかり冬になっちゃったよ。もう指先とか冷え冷えですよ。指抜きグローブをね、使ったりしちゃったからね。こっから冷えちゃう。うわー。ゆうりちゃんのね、装備もまだこう、何にもない、この初期アバター状態よ。確かに、一番最初にもらったウェアがこれなんで、うん、さっきのは夏装備をね、いろいろこう固めたけど、はい、新調しました。まだね、ゆうりちゃん冬装備全然固まってない。おっ、もっともっといろいろ見に行こう。教えてもらおう。山本さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ワイズロード新宿夜間の山本です。よろしくお願いします。お世話になります。お世話になっております。今日はゆうりちゃんの冬装備を一緒に見ていただこうと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。行きましょう。はい、はい、まず重要なのが一番重要な、うん、本当にインナー、中に着るやつ、中に着るやつです。こちらですね、はい、で、まあ、どこが何が重要なのっていうのが、うんうん、はい、とにかく汗の処理をしっかりしてくれるというところです。冬のライドで一番まずいのが汗冷えしちゃって体が冷えちゃう、うん、これが一番怖いので、うん、しっかり汗も乾かしてくれつつ、うん、保温もしてくれる、うん、で、うん、体も温めてくれるインナーっていうのを一番下に着てあげる、見えないところなんですけど一番重要なアイテムになってきますね、うん、次はグローブです。グローブ、はい、確かに指先冷えますね、はい、もう指切りしかないってことだったのでしっかり指先まで温めてくれるグローブですね、をこういうのを使っていただきたいと思います。で、指先やっぱ冷えちゃうと、はい、さっき言ってたんですけど手がかじかんじゃう、そうなので、うんうんうん、ハンドルがうまく握れなくなっちゃったりとか、危ないですね。危ないです。ブレーキがしっかり握れないとかで、うん、事故にもつながる恐れがあるので指先しっかり温めてあげるっていうのは大事になってきますね。末端冷え症の人なんかは、うん、本当にしっかりあったかいグローブつけてあげるといいと思います。私の大好きな温度が書いてある。どうぞ寒くても平気。はい、ということで次は足元ということで靴下コーナーに行きました、うん、冬場にはウールソックスっていうものが出てくるので、あったかいウールソックスでつま先とかですね、足元温めてあげるといいかなと思います、うんうん、ウールソックスこういうのとか、あとこういう足元あったかくするのこういうのとか、そう足元もね汗かくからね、はい、汗かきますね、ちゃんとした、そうちゃんとしたやつがいいですね。こっちも冷えちゃう、はい、うん、つま先冷えるともうちぎれるんじゃないか、力入らない、わかる、やっぱりすごい寒さになるので、うん、あとは意外と冷える首元、うんうんうん、とかこの顔周りを温めるアイテムですね、出てる皮膚全部覆った方がいい、表面レベルで、そうもうこの辺から風入ってくるから、うん、
そう隙間風が意外と寒い、うん、で首元って冷えるとやっぱりここも大きい血管通ってるんで、うん、体がすごい冷えやすいっていうのもあるので、あのおすすめなのがネックチューブですね、うんうん、ネックチューブ、あの首元にくしゃくしゃってやってもいいし、うんうん、長いアイテムだったらもう顔まで覆っても頭まで覆ってもいいっていうのもあるので、まあ、これですか。これですね、こちらとかを。すごいマスクみたいになってるけど、あ、本当だ。あのアレンジ次第で首元くしゃくしゃにしてもいいし、うん、頭まで覆ってもいいし、うん、まあ、マスクみたいなそこまでしてもいいし、うん、っていうので、うん、寒さに応じてアレンジができるものなので、もう全然寒かったらさっきみたいに、そう目のところ以外全部出しません、ね、はい、っていうのができますので、こういうのもおすすめ、うん、他に、まあ、首だけ覆うものとか、はい、耳だけ覆うものとか、あ、大事。このサイクリストリアルみんなこれ持ってる。ゆりちゃん、この下のウェアも上のウェアも一応冬用なんですね。そう、一応冬用なんですけど、うん、ちょっと上は風吹いた時とか心配だなと思って、冷えそうだから。もっと強い、強くなりたい。寒さに強くなりたい。何かありますか。あの冬用ジャケットっていうのがあるので、うん、それ使ってもらうと寒さ対策もできるかなと思います。可愛い。可愛い。可愛いんですけど、うん、風をしっかり避ける素材を使ってるジャケット、こういうのとか。こういうのが、おー、シンプル。これがシンプルですね。これが全部風よけのフィルムが入った冬用ジャケットなので、なるほど、これでさっき紹介したインナーと合わせてもらうと、うん、冬にバッチリ寒くなる、あ、これ脱いでもうこっちに、こっちにしちゃってもいいと思います。もしくはこうちょっと柔らかい、これは風よける素材が入ってないジャージなんですけど、こういうのにウィンドブレーカーと一緒にアレンジしてあげたりとか、まあ、手持ちのアウター何かあれば手持ちのアウターと一緒に、うん、あのゆるポトだったらサイクルウェアにこだわる人とかもないと思うので、なんかウィンドブレーカーとか、まあ、軽いダウンとか何かあればそういうのと合わせてもらってもいいかもしれない。確かにもうこれが冬物ウェアではあるから、この上にウィンドブレーカーでもいいかもね。じゃん、こういうね、あ、ダウン畳んで背中にこうちっちゃくなってさ、入れられる、うん、袋に入ってたりするやつだ。そう、ああいうのを一個持っといて、うん、こうやって畳んで背中とかね、うん、入れとく、しとくと便利だなって思う。私は輪行とかねする人はね、帰り道電車で寒いな、走ってる時は気にならないけど、うん、帰り道そう持ってる時、お店入ったら寒いなとか、うんうん、いう時のためにこの折りたためるダウンを私はよく持ってる、一番大事なのはベースレイヤーだね。そこだけしっかりしてもらえば、みんなのところが、はい、そうです、これだけしっかりやってください、はい、はい、です。はい、というわけでゆりちゃん全部装備してみました。冬仕様、靴下手袋、ウィンドブレーカー、首あったかい、ね、もう隙間という隙間を埋めて完璧な装備ですね。はい、もうポカポカです体が、うん、ゆるポタンもう全然 OK ですね、これ、ね、これだったら都内のゆるポタン問題なく、はい、いけると思います。お墨付き、寒さに負けずに楽しみます、はい、ただね、冬はあの天候も結構変わりやすかったり、気温とかも大きく変化がありますので、まあ、天気予報しっかりよく見てですね、あの事前の準備はしてもらいたいなと思います、はいはい、夏はね雨降った程度でも乾いたわってなるけど、冬はね、風邪ひいちゃうからね、ちょっと天気予報と相談して無理せず楽しみます、うん、あとね、日焼けも大事ですよ皆さん。冬でも焼けますよね、うん、冬だからって気抜いちゃダメだよスキンケアするんだよ、気をつけますじゃあせっかくなので山本さんもお願いします。はい、せーの、 GCTV ガチンコサイクル、ありがとうございました。ありがとうございました